ボックスなんだけど。そうです、よくわかりましたね。その通りです。珍しいこともあるもんですね。やっぱりだ、やっぱりだ。とんでもない、僕にそんな勇気なんてありませんよ。でも、いっそのこと死んでしまえばよかったのかもしれない。僕は浦沢康介と言います。今日は満月なんです。僕は満月の日はついてないんです。いつも失敗をやらかすと、その日は満月なんです。あの日から。ええ、もう随分と昔の話なんです。僕は今でこそ平凡なサラリーマンですが、昔はこれでも野球選手を目指していたんです。あれは高校3年の夏でした。うちの学校はスポーツに力を入れていて、甲子園に何度も出場したことのある名門校でした。僕はセンターのレギュラーで4番を打っていました。バッティングには相当の自信を持っていましたから、甲子園に出場さえすればスカウトの目に留まると思っていたんです。うちの野球部は順当に勝ち進み、地区大会の決勝まで行きました。僕はその試合で全くいいところがありませんでした。でも幸い他のチームメイトが頑張ってくれましたので、2対1でリードしたまま9回裏の守りにつくことができたんです。ランナーは1、2塁でしたが、あと一つアウトを取れば僕たちの勝ちでした。そして次のバッターは平凡なフライ。全員が勝利を確信して万歳をしました。でも僕はその打球を落としてしまったんです。2アウトだったのでランナーは一斉にスタートを切っていました。
僕が慌ててファンブルしている間に一塁ランナー、二塁ランナーが続けてホームイン。僕の逆転サヨナラエラーでうちのチームは負けてしまったんです。僕は一晩中泣きました。空には僕をあざけ笑うかのように満月が輝いていました。僕は野球を諦めサラリーマンになりましたが、それ以来満月になると失敗ばかりするんです。満月を見るとあの時のセンターフライを思い出してしまうんです。いいえ、僕は月に呪われているんです。今日だって今日こそはと思っていたのに。失敗なんてもんじゃありません。大事な大事なものを会社に置き忘れてきてしまったんです。ダメなんです、うちの会社はセキュリティが厳しくて。いえ、うちの会社に警備員はいないんです。コンピューターが自動で管理していますから。ええ、でもエレベーターが止まってますから。それがうちの会社は次世代コンピューターを作っているので、クーデターなんかが起こった時に備えて建物が迷路みたいになっているんです。ええ、にも使われる可能性があるってことです。それが15階の最上階なんです。いえ、いつもはエレベーターを使っていますから。ええ、1階のエレベーターまでと自分のフロアしか。もういいんです、どうせ間に合いません。11時半くらいまでです。今日中に12時までに届けなくてはならないんです。いいんです、もう諦めました。気休めはよしてください。建物に入るには ID カードがいるんです。1枚の ID につき1人しか入れません。僕の ID では僕1人しか入れないんですよ。おまけに僕は方向音痴なんです。どうあがいたって無理だ。またそんな。え？そんな、見ず知らずの人にそんなこと頼めません。いいんですか？くれぐれも侵入した形跡を残さないでくださいよ。こんなことがバレたら僕はクビになってしまう。じゃあ僕はここで待っていますから、何かあったら携帯に電話してください。大丈夫ですよ、一応オフィスですから。あちこちに公衆電話が置いてあります。
Thank you.
Thank you.